図のように起電力 E ボルト、内部抵抗 R ohm の電池のこと、可変抵抗 R ohm を直列に接続した回路がある。この回路において、可変抵抗 R ohm で消費される電力が最大となるように、その値 ohm を調整した。この時、回路に流れる電流 I の値、アンペアを表す式を求める問題です。可変抵抗 R があって、内部抵抗 R は N あるので、合成抵抗は NR たす R となります。電源については NE となります。この透過回路を書いてみます。流れる電流は NE 割ることの R たす NR で計算ができます。電力は P イコール RI 2乗で計算ができます。I がいくつであるか、いくつであるときに P は最大となるかを計算するには、R について I を含む式に変換をしてあげます。そのために、この I について式を変更します。この式をこちらに代入します。この式から P は I の二次関数で表されました。二次関数の2乗の項はマイナスなので、このようなグラフになります。したがって P の最大は I が、この頂点となる点が P の最大値のとなる電流であるとわかります。これの頂点を求める計算をします。求めるのは頂点となる i を求めます。この時点で頂点の i については 2r 分の e であることがわかります。したがって4番が正解となります。ここについてわからない人は二次関数の頂点で検索をしてわかるかと思います。